はいどうも、GOGOTV の GO です。今回紹介する商品はこちら、デラックスガシャットギアデュアルの紹介をしていきたいと思います。こちらは、仮面ライダーエグゼイドに出てきます、パラド。バグスターのボス的な存在のパラドですね。よく心が踊るなっていうあのパラドが、仮面ライダーパラドックスに変身するために使うアイテムとなっております。こちら、本日1月28日発売で、発売日に買ってきましたんで、紹介していきたいと思います。はい、では箱の方の正面から見ていきたいと思います。箱の正面には左側ですね、こちらの左側が仮面ライダーパラドックスファイターゲーマーレベル50で、右側には仮面ライダーパラドックスパズルゲーマーレベル50が載っております。ちょっと僕発音が英語あんま得意じゃないんで、ちょっと50で合ってるかわからないですけど、確か50レベルですね。どっちも50レベルですが載っております。で、あとはこちらに、ガシャットギアデュアルが載っておりまして、こちらに、ギアホルダーも付属しているということで書いてあります。で、あとはいつも通り光るなる。で、変身ゲーム、デラックスガシャットギアデュアル。というような感じで書いてあります。2つのゲーマーにデュアルアップ。はい。で、感じですね。で、裏側が、こんな感じですね。上のところには、パズルゲーマーとファイターゲーマーが載っております。で、あとは、ちょっとカメラを動かしますね。こちらに、いつも通りデラックスガシャットギアデュアルで遊び広がるということで、QR コードを登録して、いろいろやれますよっていうのと、セット内容が書いてあります。で、あと、こちらには、遊び方が書いてありますね。仮面ライダーパラドックスパズルゲーマーに変身。パーフェクトパズル。なんかいろいろ書いてありますね。こちらまた後で遊んでいきたいと思います。で、あとは、パラドックスのファイターゲーマーの変身の仕方とか、こちらに決め技のやり方や、別入りのゲーマードライバーとも連動できますよってことが書いてあります。で、ちなみに、単4電池が2本必要ですね。マイティブラザーズ WX ガシャットと同じような感じとなっていると思います。はい、では早速、中取り出していきたいと思います。はい、中取り出したら、こんな感じですね。説明書と、あと中には、こちらのガシャットギアデュアルと、ギア、何でしたっけ？ギアホルダーですね。ギアホルダーが入っている感じですね。はい、では袋から出して見ていきたいと思います。はい、袋から取り出しました。ではまず、ガシャットギアデュアルの方から見ていきましょう。とりあえずまだ電池は入れてませんけど、こんな感じになっておりますね。で、ここがディスプレイになってまして、ここに映る感じですね。まだ電池入れてないで何にもなってないです。こちらはパーフェクトパズル側の、ガシャットですね、なってますね。ちょっと噛み噛みですけどね。パーフェクトパズル。なんか、あれですね、ちょっとぷよぷよとかなんかあんな感じのキャラクターになんか似たような感じの、キャラクターですね。この部分はなんか仮面ライダーパラドックスの、パズルゲーマーのちょっと仮面部分に似たような感じで、こう髪の毛というかなんかちょこんちょこんとこうがなってますよね。そんな感じの絵柄となっております。で、反対に、ファイター、ゲーマー側ですね、ノックアウトファイター、明らかになんか僕これこのなんかシール見て一番初めに真っ先に思ったのは、なんか完全に波動拳出す人ちょっと名前は伏せますけど、波動拳出す人になんか顔が凄まじく似てるなと思いましたね。はい、そんな感じですねでもなんかかっこいいですよね。髪型はパーフェクトパズルの方もそうですし、こちらのノックアウトファイターの方もそうですけど、髪型はパラドックスの髪型っていうんですかね、になんか似たような感じ、似たような、同じ感じになってるみたいですね。はい、ってな感じですね。で、こちらを回して、変身するみたいな感じで、こちらのシールは、同様ですね。で、こちらをこう、回せば、これ多分パーフェクトパズル側かな、パズルゲーマーで、これで多分ノックアウト、ノックアウトゲーマーじゃないや、ファイターゲーマーですね、ファイターゲーマーの方に変身すると思います。で、QR コードが、こちらに、裏側に入っておりますね。で、ここが電源になっております。で、電池はこちらですね。ノックアウトファイター側の方が、電池ボックスになっております。はい、ってな感じですね。では次、こちらのギアホルダー見ていきましょう。一応ここがディスプレイが見える穴になっておりますね。で、こんな感じで差し込むと。ただこちら、片一方からしかさせないみたいなんで、なんか絵柄は片一方しか見えないんじゃないかなと思います。ちょっとやってみないと分かりませんけどね。で、あとこちらにベルトを引っ掛けることができるみたいです。
はい、ってな感じですね。ではまあちょっと電池入れて遊んでみましょう。はい、では電池入れましたんで遊んでいきたいと思います。ではまず電源を入れます。こちらですね、電源を入れます。すげえな音がすげえな。ガシャッとギアデュアルで、ここを一回押しますね。ゲームスタート。特に LED の発光とかはないみたいですね、まだ。2回目。ファイト。3回目。ゲームクリア。おー、なるほど。で、次。ゲームスタート。なるほど。てな感じみたいですね。で、ちなみに、こちらにボタンは2つありますけど、ボタンを押すと、こんな感じで連動してますね。だからどっちを押しても、はい、どっちをしても音声は一緒です。まあ、この3つの音声が、ループして流れる感じですね。ってな感じです。ではもうせっかくなんで変身していきましょう。まあ、変身するときはこちらを、まあ、今この状態が、ちょうど中立状態ですね。なんでこちらを、まず時計回りでパーフェクトパズルの方に向けますね。いきます。で、ここのボタンを押すと変身します。いきます。はい、こんな感じですね。まあ、一回、こちらのダイヤルを時計回りに回したら、Fat the Next Stage っていう待機音が流れるんで、まあ、その待機音が流れたら、こちらのボタンを押すと。押したら、変身します。で、なんて変身言ってんだな。英語すぎてちょっと聞き取れなかったですけど、Get the Glory in the Chain Perfect Puzzle っていう音声が流れて、仮面ライダーパラドックス、パズルゲーマーレベル50に変身します。で、今これ変身状態なんで、これをもう一回ダイヤル戻します。で、もう一回、時計回りにこちら回すと、はい、こんな感じで決め技の体験が流れるんで、これをこれに刺します。はい、てな感じが一連の遊び方ですね。これがとりあえずパズルゲーマーの一連の流れとなっております。で、あとは今ちょっと何もならなかったんですけど、ランダムで、パーフェクトパズルの場合は、パーフェクトクリティカルコンボなんで、ランダムで、オールクリアっていう音声が流れるみたいなんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、では次こそオールクリア聞きたいと思います。で、まあ、ちなみに決め技の音声なんですけど、なんかちょっと英語風な言い方なんで、なんか、決め技ってなんかじゃない、ちょっと決め技みたいな感じで聞こえるんですよね。で、ちょっと先ほどこちらの状態刺したままだと絵柄が反転するんで、ちょっと今回はこちらの向きで、ちょっと向けてみたいと思います。では行きます。決め技。行きます。聞けましたね。はい、ちょっと先ほど絵柄に関してちょっと触れるの忘れたんですけど、絵柄に関しては、まあ、ちょっと今待機音でうるさいかもしれないですけど、多分この中の LED が光ることによって、まあ、このような感じで、絵柄が、まあ発光して、まあ、絵柄が出てくるみたいな感じになってるみたいですね。こんな感じですね。はい、ってな感じですね。では次、ファイターゲーマーの方を見ていきたいと思います。はい、では次こちらノックアウトファイター側を見ていきたいと思います。まあ、こちらのダイヤルは今度は反時計回りですね。反時計回りに回しますと待機音が流れます。では
大変身。はい、っていうような感じですね。これで、仮面ライダーパラドックスファイターゲーマーレベル50に変身いたしました。で、ちなみに音声ですけど、待機音は、大気音の方は、The Strongest Fist Round 1 Rock and Fire っていう音声が大気音で流れております。で、変身音は、Exproportions Hit Knockout Fighter っていう音声が流れます。かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこよくないですか。変身音声。はい。ってな感じですね。で、今、これで、パラドックスのファイターゲーマーに変身いたしましたんで、次、決め技いきましょう。では、見ます。まあ、こちらはやり方は同様ですね。で、もう一回、半時計回りに回します。で、この状態だと多分刺さらないんですよね。先ほども言いましたけど、一方方向にしか刺さらないんで、もうこれは、もうちょっと致し方ないですけど、こっちでこう、刺すしかないですよね。で、こっちは見えないんで。はい、ってな感じですね。まあ、このちょっとおもちゃの残念なところがここなんですよね。反対からしか入れれないんで、こちらのあの、仮面ライダーパラドックスのファイターゲーマー、まあ、レベル50の時の、この、光が見えないんですよね。はい、これが、この、ガシャットギアデュアルの、ガシャットギアデュアルですね。の、まあ、ちょっと残念なところでもあると思います。はい、では、まあ、一応せっかくなんで、まあ、ランダム音の、KO パーフェクト。そうですね、KO パーフェクトの音声も聞いていきたいと思います。はい、では、次、KO を聞いていきたいと思います。ちょっと先ほど KO パーフェクトって言いましたけど、KO パーフェクトは、ゲーマードライバーに刺した時の音声だったんで、KO パーフェクトは、ちょっとこちら単体ではなりませんので、ちょっと間違えてましたね。すみません。では、パーフェクト、KO を聞いていきたいと思います。いきます。はい、ってな感じで、まあ、こういう KO って音声がランダムで流れます。なんかもう必殺のなんか音声もなんかすげえ、なんか乱打されてるような音声で、なんかとてつもなくなんかやばそうな音声がしておりますね。はい、では次。まあ先ほども言いましたけど、ゲーマードライバーでも連動して遊べるんで、まあゲーマードライバーで連動して遊んでいきたいと思います。はい、では次はゲーマードライバーと連動させて遊んでいきたいと思います。まあゲーマードライバーに一番初め刺すときは、この中立な状態で刺して変身して遊んでいきます。ではいきます。いきます。はい、っていうような音声が流れて、まあ、ディスプレイにはこのような感じで、まあ、反転して映し出されております。で、まあ、ちなみに音声なんですけど、待機音が、ファイターゲーマーの時の、待機音と、まあ、パズルゲーマーの時の、まあ、待機音が、まあ、混ざってる感じで、The Strongest Fist っていう、まあ、ファイターゲーマーの時の音声と、パズルゲーマーの Faz the Next Stage っていう、待機音が流れてますね。なんで、The Strongest Fist、Faz the Next Stage みたいな感じの音声が流れます。で、まあ、変身音声が赤い拳強さ、青いパズル連鎖、赤と青の交差、パーフェクトノックアウト。っていう音声が流れます。で、次は、この、まあ、ここからの遊び方は、マイティブラザーズ WX の時と一緒で、まあ、レバーの開閉で音声が変わるというような感じになっております。で、今の状態で、まあ、ちょっとレバー開閉すると、まあ、裏技っていう音声が流れて、まあ、必殺技の音声が流れるみたいな感じになりますんで、ちょっと一回やってみたいと思います。では、いきます。いきます。
ていうような感じの音声が流れます。今流れた KO パーフェクトっていうのは、ランダムで鳴る音声ですね。はい、一発で聞けてよかったかなと思います。はい、では次はダイヤルを動かしてまた違う音声を聞いていきたいと思います。ではちょっと今これ反転してるんで、こちらまた時計回りに回すとパーフェクトパズルの方に行きます。行きますね。はい、これでパーフェクトパズルの音声に変化したと思いますんで、もう一回レバーの開閉で音声が変わります。行きます。オールクリア、こちらの音声も、ランダムで鳴る音声ですね。必殺技の音声自体はおそらく、こちら単体の何でしたっけまた名前忘れた。ギアホルダーですね。ギアホルダーに刺した時の音声と一緒の音声になっておりますね。で、ちょっと先ほどパーフェクトパズルの、必殺技の音声に関してちょっと触れなかったんですけど、あれですね、連鎖してる時の敵に連鎖されている時にドキドキするような音声が鳴っておりますね。はい、ってな感じですね。では次、こちらのノックアウトファイターの方の必殺技の音声聞いていきたいと思います。ではいきます。戻してこちらで、レバーの開閉でいきます。はい、ってな感じの音声になっておりますね。では、とりあえずこちらのガシャッと、ギアデュアルの、遊び方は以上なんですけど、ちょっとせっかくなんで、こちらの、ギアホルダー、こちらですねこちらのギアホルダーを使って、もしかしたらこうマイティブラザーズ WX ガシャッとかさせるんじゃないか、ちょっと試してみたいと思います。はい、では、マイティブラザーズ WX ガシャッとを準備したんで、こちらに刺さるのかというのと、刺さったらどんな音声が流れるのかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。ちなみに、こちらの、デラックスガシャッとギアデュアルの方の説明書には、マイティブラザーズ WX ガシャッとに対応とかそういうことはとりあえず説明書には書いてなかったんで、刺さるかちょっとわからないですけど、多分刺さるとは思います。ゲーマードライバーに刺さるんで刺さるとは思いますけど、ちょっと一回確認してみたいと思います。では、電源をオン。で、ディスプレイが、こちらにあるんで、こちらを前をこういう状態じゃないと多分入れないと思うんで、いきます。もう、なるほど。一応刺さりますし対応もしてますね。で、要は決め技スロットホルダー的なやっぱ働きをしてるみたいですね。はい、いいことが分かりましたはい、ってな感じですね。では本当一番最後に、今回のこちらのデラックスガシャッとギアデュアルの使い方のおさらいをしていきたいと思います。戦う気がない相手にワンサイドゲームなんてしらけることすんなよ。代わりに俺が遊び相手になってやるよ。なんだそのガシャットは。パーフェクトパズル。What's the next stage? 変身。仮面ライダーパラドクス。パズルゲーマーレベル50。エグゼイド、俺の心をたぎらせるなよ。大変身。
遊ぼうぜ。いつでも相手になってやるよ。俺を楽しませてくれよ。はい、っていうのがこちらのデラックスガシャットギアデュアルの一連の遊び方となっております。で、まあ、あのパラダのモノマネに関しては、まあ、あまり触れないでください。あの、まあ、ちょっと僕が勝手にやってみたかっただけなんで、はい、ってな感じです。で、まあ、ちょっとずっと言うの忘れてたんですけど、まあ、各あのパーフェクトパズルとかノックアウトファイターとか、あと、まあ、中立の状態の、まあ、ゲーマードライバーの中立の状態の時の必殺技の音声に関してちょっと触れなかったんで、ちょっと言いたいと思います。パーフェクトパズルが、パーフェクトクリティカルコンボ。で、ノックアウトファイターが、ノックアウトクリティカルスマッシュ。で、中立の状態、まあ、ゲーマードライバーに刺した時の中立の状態が、パーフェクトノックアウトクリティカルボンバーっていうような感じの音声になっていますんで、ちょっとずっと言うの忘れてたんで、付け加えさせていただきたいと思います。はい、というわけで、今回はこちらのデラックスガシャットギアデュアルの紹介をいたしました。まあ、こちらは本当単体でも、まあ、変身遊びできますし、まあ、こちらの付属のギアホルダーを使うことによって決め技を出すことなんかもできますし、まあ、あとゲーマードライバーに挿して、まあ、連動遊びもすることもできますし、まあ、ちょっと僕はあの持ってないんですけど、ガシャコンキースラッシャーとも連動して遊べると思うんで、まあ、非常にあの遊び方としては、あの幅が広い、まあ、遊び方ができるんで、まあ、非常にいい商品じゃないかなと思います。で、まあ、あと、まあ、こちらの変身する、まあ、パラドに関しての話なんですけど、まあ、ちょっと彼が、まあ、どういう今、まあ、今のところ、まあ、あのエグゼイドにも攻撃して、まあ、ブレイブにも、スナイプにも攻撃してた状態で、まあ、とりあえず今のところ敵側の、まあ、ライダーなんじゃないかなって感じはしますけど、まあ、今後パラドが、まあ、どういった感じで、まあ、パラドックスがどういった感じで、まあ、あの作中というか、まあ、劇中で活躍していくのか、まあ、果たして敵なのか味方なのかっていうのが、まあ、非常に気になるところなんで、まあ、今後の仮面ライダーエグゼイドも、まあ、見逃せない展開となっていきそうなので、楽しみにしながら見ていきたいなと思っております。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。